すいません、ラジオの文化放送なんですが、オリンピックご覧になりました？何か忙しい方は結構、ね、なんか待ち合わせしてる方とかね、なんか泊まってる方の方が良かったりするんですか、ね、すいません、ラジオの文化放送なんですが、オリンピックご覧になりました？はい。何に一番感動なさいました？柔道。柔道、はい、柔道の井上康生選手ががっかりだったんですけどね。あ、見てなかったんですけど。あ、どなたが？プリンに醤油をかけるとウニの味がする。あはは、なるほどね、はい、そうですよね。あのやっぱり柔道が一番。はい、そうですか、はい、あと水泳なんかどうですか？あ、水泳も見てましたけど、水泳はどなたがいい？北島とか、あと、800m 自由の女子。あ、すごい、柴田愛選手すごかった。なんか、プリンに醤油をかけるとウニの味がするみたいな。それは聞いてないです。そんな感じませんでした？はい、もう柴田愛選手はもうびっくりしたって感じですか？まさか金メダルを取ると思わなかったということですか？はい、しかし鼻のでかい人はあそこもでかい。そうですね、これだけと10個以上ですよ。もう15でしょ。はい、こんな人と思いました？いや、あんまり思ってなかったですね。ねえ、はい、どなたが一番こう注目した選手でした？やっぱ谷涼子ですね。あ、谷涼子さんね、柔らちゃんね、はい、2連覇ですよ、はい、やっぱり鼻がでかい人はそこもでかいっていうか。そうですかね。ねえ、はい、本当にびっくりしました。谷義朝選手もね、はい、野球の方で頑張ってますしね、はい、これからまだ閉会式で。ミミズにおしっこをしたら、ね、おちんちんが腫れる。時間帯がちょっと、いや、昼夜逆転ですからね。本当そうですよね。ね、はい、でも本当にミミズにおしっこしたらもうあそこが腫れるなんて言いますけども、もうずっと深夜ご覧になってて大丈夫ですか？あんまでもだから朝僕がで見ちゃうと一応流れましたね。そうですよね、はい、お久しぶりすいませんでした、はい、ありがとうございました。菅野さん、須田さん、結構今長く喋れましたね。喋りました。今しかもミミズにおしっこをしたら、おちんちんが腫れる。まあおちんちんをあそこというふうに書いてましたけど、さすがに普通になんか流れてましたよね、会話が。今ね、実はね、はい、私今奥さん、大変綺麗な奥さんだったんですけど、はい、そしたら後ろからですね、年配のおじいさんがやってきてですね、はい、何をやってるんだって。あ、半ばちょっと怒られてしまった。旦那様だったんですかね。大変だったんですけどね。そうですか、はい、それでやっぱりおちんちんって言えなかった。なかなかおちんちんですけどね。もうちょっと行ってみますか？もうちょっと行ってみましょうか。もうちょっと行ってみますか、うんうん、はい、結構やっぱりお仕事で忙しい、ちょっとスーツ姿の方がなかなか立ち止まってくれないんですよね。ちょっといろいろオリンピックに熱く語りたいんですが、この方すいません、ラジオの文化放送でございますが、ラジオの文化放送でございますが、オリンピックどうですか、このアテネの活躍は。奥さんもご一緒ですが、見てますでしょ、ね、見てますでしょ。スポーツ嫌いな。あ、嫌い。ご主人は、あ、そんなに見てませんか？あ、そうですか。そうですね。もう、あ、だって普通、奥さんどんなような番組ですか？私はやっぱり、時事問題が絡んだような。遊んでいる女は乳首が黒い。なるほど、ね。もう全部オリンピックでしょ、今。そう、運動が嫌いだから。スポーツクラブは行ってますけどね、あんなに、オリンピック、オリンピックってなんか、世界中が、これに浮かれてるようなの嫌いです。ああ、なるほどね。という人もいるんです。という人もいるんですよ。でご主人はでも時たまご覧になる。見ますよ。なんかハイライトみたいな。ああ、なるほどね。マラソンとかそういうの。マラソン、野口選手なんてね、感動したでしょ、あれ、登場に。ねえ、なんかもう遊んでいる女は乳首が黒いなんて言いますけどね。本当に女性のオリンピックなんかって言われてますもんね。ね、本当にまだメダル16名目指して頑張ってるシンクロとかね。体型ね、あれだけ鮮やかな技なのにね。そうです、体型の違いですね。いや、奥さんって見てるじゃない。え、見てるじゃないですか。それハイライトぐらいの。オナニーをしすぎると頭が悪くなる。ご苦労様なことにと思っております。そうですよね。まあ我々もね、オリンピック好きな人はもう昼夜の境がなくなっちゃってますから。そうですね。大変ですよね。ね、僕らはもう適当に。本当ですよ。大物しか見ないから。ね、もう。オナニーしすぎると頭悪くなっちゃいますからね。スポーツ万能の世の中って嫌ですね。ね、そうですよね。どうもありがとうございました。菅原さん、菅原さん頑張りましたね。
菅野さん、菅野さん頑張りましたね。なんかよくね、あのちょっとこう真面目そうな、しかもあのオリンピックにこう物申してるご夫婦に向かって、なんで言えたの？ね、モダンなね、老夫婦なんですよ。そんな感じですよね。どうして勇気になったの？いやもうあえてほら、私が外に出たからにはやっぱり少しはさやってみないことにはと思ってね。遊んでいろんな乳首が黒いに奥さんに爆笑してましたけれども ね。いや意外と奥さんがね、私みんなが騒いで浮かれてるのは逆に嫌なよって言いながら、はい、実は見てますからそうですね、結構見てますね。はい、笑った。そろそろいいですかね、もうちょっとやりますか。もうちょっとやりますか。いや、いいです。王様ゲームおしまいです。おしまいですか。はい、というわけで本当にありがとうございました。お疲れ様でした。